さあこの番組は世の中のニッチで変わった内容の本誰が書いとんねんという書籍を集めて深掘りしていこうという番組でございます、はい、さあ今日はどちらからですかね、うんうん、はい、はい、そうです、あの前回本屋さんを募集の番組で書いたと思うんです、はい、本ついに1通だけ、ついに1通だけ一応紹介してくれるという上出来でしょ。大根町にあるバックパックブックス、大根橋、僕住んでましたよ大田橋、まあ、住んでただけやろ。いやいや、古本屋なんかあったかなあ、駅前のとこか、はい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 、わかりました、わかりました、はいはいはい、何やねん、なんかそのもう知ってるマウントいらんて、その隣のコンビニがあったんで、何紹介してよ、じゃあ、いやいや、行ったことないですよ。キロさんは約3畳分で、A さん曰く、自称日本一狭い本屋さん、ほんまやな、広さ3畳で、店と店の間にキュッと挟まってる感じだったんですよね。メールを送ってくださった店員さんがこの方です。宮里さんという方です。はい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 、あ、モルタのやつ持ってるやん。何、あー、ほんまや、これ置いてんの。うん、できた本屋ですね。でももちろん本の通り、そのさらばのお二人大ファンです。あ、そうなんですね。 YouTube チャンネルは全部ご覧になっていて、この番組も当然チェックしてる。随時ね、募集してますので皆さんよろしくお願いします。全国の本屋さん、はい、今週の本がこちらです。はい、あ、あ、はい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 、お会いしたことありますね。大島さん、お会いしたことありますよ、うん、対談で2019年に発売された本ですけども、うん、表紙の方はもう作者ご本人です。はい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 、で男性と女性両方の目線を持つ岡田が書かれた令和版のモテたい男のための最強のモテ本。これモテたいと思っている男ってなんであんなに気持ち悪いんだろう。これはちょっと身につまされますね。まあ攻撃的ですよね。このマインドの人が今から来るってことでしょ。嫌ですよね。お久しぶりです。お久しぶりです、はい、大島香織です。よろしくお願いします。以前は対談で、そうですね、3、4年前、4、5年前ですか、結構経ちますね。はいはい、あの時森田さんと袋さんと男性としてどっちがタイプですかみたいな、最後にあの選んでくださいって言われて、結局あの対談した感想として森田さんがゲスすぎて袋さんがいいですみたいな感じになって終わったかな。最後袋選んだんですね。はいはいはい、もう慣れっこです、そんなことは。今日はあのその印象が変わるといいなと思って、はい、ずっとまだそこが変わってない。まあそこから僕もね割と成長はしたと思うんで。そうなんですね、はい、大島さんに気に入っていただけるかなと、はい、楽しみにしてきました、はい、思います。はいはいはい、モテるってなるとやっぱまあ男性が寄ってくるとなるんですか、うん、そうですね、はいはいはい、やっぱりその、うん、まあ、もともとは男性の見た目で接待してたんですけれども、まあ、女性の見た目になったのが23歳頃に、うん、になって、それからはやっぱり男性から言い寄られるっていう経験が多くなりまして、そうするとその男性の格好ではもうこう見えてこなかった世界がたくさん見えてきて、うんうん、男性って、うん、気持ち悪いな。まさにそのタイトル通りの本。なんでそんなんか裏切り者のような感じに見えますよ。でも、はい、大島さんは女性が好きだった頃は一回もない。はい、いやもちろん女性が今でももちろん好きですし。あ、そうなんですね。はい、両方。ただまあまあ男性も好きになれるなとは思ってるんですけど、うんうん、まあ好きになれるなって可能性は感じつつも、はい、気持ち悪いなって思うことの方が多い。はいはいはい。何ですか、うん、その熱量とか、うん、そのぐいぐい来る感じがダメやってことですか、うん、そうですね、うん、なんかお二人は当然その男性から言い寄られた経験って、うんうん、ないですね、ないわけじゃないですか、ない、一回もないですね。そうなんですよ、はい、だからまあ男性の世界しか見てないお二人からすると、はい、そのまあ本物の女性ではないものの疑似体験した身からすると多分ね、女性の世界は異世界だと思うんですよ。分からないよね。だから異世界転生をした身からすると今話題のやっぱりね、体験してみないと分からない部分が結構あるんで、見た目だけじゃないよっていうことですね。そうなんですね。この本を出されたきっかけはあるんですか。あ、そうですね、まあ、最初は、まあ、ツイッター等とかで、まあ、自分がただただ体験したそういう、まあ、ちょっとこういう男性がいましたよなんてことを書いてましたら、編集さんの方から教えてくださいと、どうしたらそのキモくならなくて済みますかと、その人も興味あったんやね。そうなんですよ、モテ本を書いてください、編集のエゴから始まった本だっていうことですね。そうなんですよ、書いていけば書いていくほど、
そもそもモテたいと思ってる男ってめちゃめちゃ気持ち悪いなと思って。いや待ってください、俺らってモテたくてこの世界入ってきてる、まずは大前提として。そうでしょ、実際どうですか、モテてますか。モテないっすよ。あんたのおっしゃる通りですよ。はい、そうなんですよね。だからやっぱりね、うん、モテる男とモテない男の違いはそこにあるんじゃないかと思って書いてる内容もあります。はいはい、例えばですけど、大前提僕なんかは、はい、まあモテたくてこの世界入ってきて、はい、でまあ彼女とかがね、はい、こうできる隙間がないというか、うんうん、あんまりねこう、うん、ってなるとやっぱそのなんですか、ワンチャンというか、はいはい、ワンナイト、ワンナイトとは言わないですよ。そのベッドを共にしたいと思ってこの世界に入ってきてるんですけども、まずもうその大前提がダメだっていうことですよね。いやまあ それでもいいんですけど。それでもいいんですか。俺は本当に潔くいいなと思った子にはエッチさせてほしいって言っちゃうんですけど、それはどうなんですか。まあ、そこがなんかこうちょっと男らしかったらいいかもしれないですよね。ああ、はあはあ、エッチさせてくれって。いや言い方、言い方じゃない。エッチさせてくれ頼む。鼻のケージみたいな。っていうことですか。かもしれないですけど、まあまあちょっと今ちょっと実際の場面で見てないとわからない。普通に喋ってても気持ち悪いってのは分かるってことでしょ。いやもうもちろんですよ。やっぱりもうちょっとね、はい、目が勃起しちゃってるやつとかね。目が勃起してる。難しいな。いやもういますよもう、はい、目が勃起っていうのは本人は気づかないもんですよ。そういう状態っていうのはね、はい、女性の褒め方がもう褒めてるのに気持ち悪いとかね、はい、ああ、だから今ここでさ、最近太っちゃったに対する答えはそんなことないよではなく、キョトン顔で綺麗じゃんっていうのがこれはモテる男の正解。そうなんでもそんなことないよっていう人はキモくないでしょ別に。まあキモくはないけど、うん、話聞いてたとはなりますよね。モテるにはならないってことですね。そうですね。太ったって言ったじゃんってなりますよ、ね、やっぱり。じゃあその女性の心理的には何なんですか、うん、それは本人もダメだなと思ってますよ、うんうん、でもかといって、うん、いやいや俺は太ってる子の方が好きだよとかって言われるのも違うわけだし、それも違う。、はい、ね、ああそう、まあね、めんどくさいなって思ってますよこっちだって。もうそのままで十分いいじゃんってこと、うん、そうなんですよ、うんうん、そこを褒めてほしい。そうなんですよ。だから、じゃあ今度から女性といるときに最近太ったんだよねって言われたら、うん、でも綺麗じゃんで、そうなんですよ、自然に言えりゃ。ただ今さっきのでもいらなかったですね。でもあかんの、その接続詞でもあかんの。でもいらなかったっすね。いやいや、これちょっと口癖みたいなとこもあるじゃないですか、デモとかって。ダメですね。そうなんや。もうさっきのデモが一つ入っただけで太ったのは認めたことになるんで。いや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 、それも認めてあかんねや。そうなの。結構そういうモテてる人っていうのは本能的に感じるってことですか、うん、そういう。いやそうですね、うん、でまあやっぱりモテる男とモテない男の大前提何の違いかって、うん、やっぱりモテようと必死じゃないところだなっていうところに、うんうん、集約されるなと思って、あそういうこともまあ書いてるんですけど、じゃモテたいと思わない方がいいってこと。そうなんですよ。それで無理よ。えっ、みじみ出てモチベーションなくなるから、ね、そうなるとあからずまに言い過ぎるとダメやってことじゃない。何やお前分かった分。何やそっち側みたいに言うけど全部共感できるわ。いやいやいや、ええわ、めんどくさいやつが2人になったわ。ほんまに。まあ、そのモテる動向で、うん、まあ、このね、美人にこそ君って面白いねが有効ってあるじゃないですか、うんうん、そうなんですよね、うん、美人ですねじゃダメなんですか。あ、うん、まあ、うん、結構美人な子ほど、うん、もう綺麗ですね、可愛いですねって言い寄ってくる男には全然なびいてこないですね、うん、もうそれこそなんか、うん、お前なんか大したことないぜぐらいの感じで扱ってくる男にガンガンハマっていくというか。ああ、そう。だからオラオラみたいなみたいな感じですね。多分このモテてくっていう、モテてる男がもしこの本を出すとしたら、はい、それ書いてんじゃない。たとえ面白くない女の子でも面白いと言えって書くんじゃん。確かに。もしかしたら中身を評価されたいというか、興味は持ってもらいたいんですよね。そうなるとですよ、うん、この理論でいくと面白いねって言っとけばいいみたいに感じますよちょっと、はいはいはい、どうですか芸人のお二人からして、うんうん、はい、
本当に面白くないやつに面白いねって言えます？そこなんですよね、まあ、そこはあるね、うん、でもやれるなら言えます面白い表全然言えます言えやれるなら全然面白いねまあまあ言えば言えばホテル行こうっつって面白いからなんで男って私が行きそうって言うとピストンの速さを変えるんだろうねまあまあまあそうしたらあかんと思ってるからな間違ってたこれは勉強になるな